皆さんこんにちは。森谷ドラムスクールの森谷です。始まりました森谷ドラムスクール YouTube 校放送部。久しぶりのね収録してるんですよ。そういつもこれを撮るときは久しぶりですね、久しぶりですね、言うてるけど、本当に久しぶりなんですよね。年明けて、一発目の、ラジオ収録ということで、本当はね、これ1週間に1回ぐらいやらないといけないですよね。そうします。週1でね、やろうかなと思いますよ。このラジオもね。はい。今、年明けて、2021年、令和3年ですよね、多分ね。はい。の、1月13日なんですけど、いよいよね、京都の、関西の方にも、緊急事態宣言が、発出されたということで、少なからず、森谷ドラムスクールにも、影響が出てるわけなんですよね。そう。でも去年の4月、5月に比べたら、まだあの時のような悪夢はね、まだ全然、ないんですけど、ね、自粛はしてる生徒さんは、いるんですけど、感染予防してたら、そこまで、厳しい、自粛要請じゃないと思うので、去年のね、悪夢ほどは、まだないと思うんですが、でも、大事をとって休まれてる生徒さんも、いたりとかもするので、ちょっと時間ができてるわけですよね、僕的にはね。時間ができたからといってね、仕事がなくなったからといって、どうしようどうしようって言ってても、仕方がないので、自分にできることを、自分のできる範囲で、やらなければいけないということは、もう去年の4月5月に、もう十分すぎるほどね、学んだので、だからレッスンがなければないで、僕はその発信に力を入れていきたいなとはちょっと思ってるんですよ。だから生放送をちょっとね、やり出していったりとか、こういうラジオもそうなんですけど、やっていったりとか。で、新しいコンテンツをね、今後追加していこうと思いまして、でそれのお知らせ的な感じで今日ラジオを撮ってるんですよ、実は。そうで、その名もですね、森谷ドラムスクール YouTube 校図書室ということで、本をね紹介する YouTube をやってみようかなと思ってるんですよね。で、なんでそんな YouTube を配信しようかなと思ったかというと、言ってしまえば自分のためなんですけど、そう、僕本をねよく読むんですね。単純に本を読むのが好きで、いろんな本を読むんですが、忘れてしまうんですよ。やっぱせっかく本を読んだのに。本って読むのに時間がかかるんですけど、せっかく時間をね、かけて、お金もかけて、買って読んだ本の内容を、やっぱ忘れてしまったら、本を読んだ意味がやっぱなくなっちゃうので、もちろんね、そのレッスンとか、日々のこの発信とかで、アウトプットしてるところはもちろんあるんですけど、本を読んだ内容を忘れてしまうのはやっぱり一番もったいないし、でね、僕教則本とか僕のレッスン動画とかでも、アウトプットの重要性というか、そうっていうのを、僕は常々、ね、配信をしてるんですけど、果たして自分はちゃんと自分の読んだ本をアウトプットできるのか、できてるのかというようなことをね、ふと自分に疑問を抱きまして、これはちょっとYouTube で発信をしていこうということで、発信することを決めたわけなんですよね。そう。ただ、そのね、僕のチャンネルって、言ってもそのドラムのレッスン動画のチャンネルなんで、だからね、僕が突然その本を紹介するとなっても、ね、ただ意識高い系のおっさんにはなりたくないので、そう。だからせっかくYouTube の僕のチャンネルで発信するとしたら、演奏に関係することとか、ドラムに関係することとか、音楽活動に、関係するような紹介の仕方ができたらいいなとは思ってるんですね。だから緊張に対する本とか、心理学の本とか、好きで読んでたりとかするし、あとマーケティングの本とかね、っていうのも、音楽活動をやっていく上で、非常に大切な考え方になっていくと思うので、なんかそういう、その音楽に関係するような、アウトプットの仕方を紹介していけたらいいかなと思って、YouTube 図書室始めていこうと思うんですよ。はい。ということで、これからね、ちょっともし興味を持っていただけたら、その本を、楽しみにしていただけたらなと思ってるわけなんです。はい。これで終わるとね、ただその宣伝でラジオが終わってしまうので、何の話をしようかなと思うんですが、2ヶ月ぐらい前かな。2ヶ月ぐらい前に、僕ね、誹謗中傷というか、久しぶりに、アンチコメントをね、いただいたんですよ。YouTube の方で。そう、アンチコメントいただいて、ほんで、まあもちろんこうスルーしてね、もう今はもうもらってないんですけど、まあ久しぶりにね、もらったんですよ。まあ昔、こう YouTube 始めたての時は、まあちょくちょくあったんですけど、最近はね、こう芸能人の方が亡くなったりとかして、アンチコメントを書く人自体も、まあちょっとずつこう減ってきてたんですけど、ね、あ、こう久しぶりに来たな、みたいな感じのことはありました。で、まあ僕の教則本を使ってくれてる人がたくさんいるじゃないですか。その、例えばフレーズレシピのチャレンジをしてますって言って、YouTube とか Twitter とか、まあ、インスタとかでね、アウトプットして、動画を載せてくれてる方とか、新しい教則本の、まあ、曲を載せてみた、みたいな感じで、アウトプットしてくれてる方とかね、たくさんいらっしゃるんですけど、これね、その人たちが、まあこう頑張ってやっていけばやっていくほど、やっぱりその人たちってどんどんこう成長していって目立っていくと思うんですよ。そう。で、目立っていくと、やっぱ必ずそういうアンチさんをね、アンチコメントさんは、必ず出会うようになってくるんですね。そう。で、まあ、それの対処。まあ、そういうアンチが来た時にどうすればいいかっていう話を、まあ、ちょっと軽くさせてもらうとしたら、やっぱね、一番はやっぱスルーが一番なんですよ。まあ、無視するっていうのがやっぱ一番なんですよね。そう。で、無視するっていうのは、やっぱりこう人間一番辛いんですよね。僕、それこそその2ヶ月ぐらい前に来てた、そのアンチコメントも、まあ、一度返したんですよ。その、ちょっと攻撃的だったんで、その内容がね、あなた本当にドラム講師ですかみたいな、そう、感じの、まあ、ちょっと攻撃的な内容だったんで、まあ、ちょっと返したんですよ。おっしゃる通りですと。あなたのおっしゃる通りですが、ちょっと内容が攻撃的なので、念のため、あなたのアカウントとこのコメントは記録しておきますねっていうコメントを返したんですね。そこからそのアンチさんの激鱗に触れたのか、そのね、半日ぐらいずーっと立て続けにコメントを書き込まれ続けたんですよ。いろんな動画にね。そう。で、まあ、もちろん、僕ももうそれから一切反応しないでスルーしてたんですけど、まあ、ちょうどその曲レシピの新しい教則本のチェック中かな。構成中で、結構ね、集中力がいる時期だったんですけど、なんかこのコメントを送るとスマホの画面にお知らせが来るじゃないですか。で、それをいちいち見ると結構集中力が、そがれるので、まあ、結局ブロックで、もう見れないようにしたっていう感じになったんですけど、やっぱりね、その、いくらスルーするといえども、やっぱね、腹立つんですよね。そう。スルーしようと思って、まあ、もちろんこう、相手にしないんですけど、やっぱどっかでそのイライラとかモヤモヤが溜まっていって、仕事に集中できなかったりするんですよ。そう。だから非常に、もったいないというか、その、ですよね。このアンチコメントを書かれて、ね、何一ついいことはないですよ。だからその、ところでは。ただ、まあ、もちろんスルーする、無視するっていうことは、まあ、前提として、そのモヤモヤした気持ちを、まあ、どうやってなくしていくのか、っていうようなことを、まあ、お話しさせていただくとしたら、僕がでも一番、その時に、まあ、強く思ったのが、僕のところに、僕の動画を見て、アンチコメントを書いてきたんですけど、その人は、たまたま僕のところに来ただけなんですよね。そう。だから僕のところに来る前に、誰か他のところの、まあ、例えば多分動画とか行って、コメント書いて、で、その人が多分無視したりとか、スルーしたりとか、まあ、多分面白くなくなったから、別の人を探してた時に僕の動画を見つけて、あ、こいつ面白そうやな、みたいな感じで、書いてるんですよ。そう。で、多分僕が相手しないっていうのが分かったら、まあ僕ブロックしたんで、相手しないって分かったら、多分また他の別の誰かを見つけて、アンチコメントを書くと思うんですよ。そう。っていう感じで、なんかその人は本当に人の足を引っ張るためだけの人生なんだろうなっていうことを考えたら、なんかちょっと可愛くなってきてというかね。そう。可愛く思えてきたんですよ。そう。だから必ず、ね、こう自分のできることを一生懸命こう頑張っていたらですね、必ずそうやってこう足を引っ張ろうとしてくる人は出てくるんですけど、結局その世の中の人っていうのは二通りに分かれまして、一生懸命その頑張ってチャレンジしていく人と、そのチャレンジしていく人の足を引っ張る人の、この世の中はこの2種類の人に分かれるかなと思ってるんですよ。そう。だからどっちになりたいですかっていうことですよね。一生懸命目標に向かって、チャレンジし続ける人になりたいのか。それかチャレンジし続けてる人の足を頑張って掴んで引っ張ろうとするのか、そのどちらになりたいかと聞かれたら、僕は断然にチャレンジをし続ける。人の足なんか引っ張りたくないですからね。そう、チャレンジして、人々に、人の役に立てる活動をしていきたいなと思ってるんですよ。っていうことを考えたら、どうでもよくなって、その人のことを。だからイライラもなくなって、頑張ってくださいと、あなたの活動っていうようなことを思えるようになったんですね。そう。だからまあこれから僕の、ね、教則本とかを使って、皆さんいろんなチャレンジをされてると思うんですが、必ず、アンチの方にね、出会うと思うんですよ。そう。で、まあよく言うじゃないですか、その有名勢やとか、そのアンチ来たら、ね、その頑張ってきた証拠やみたいな。まあ確かにそうなんですけど、腹立ちますからね、やっぱり、アンチコメント書かれたら。そう。だからまあもちろん、スルーするとしても、やっぱ腹立つ気持ちはやっぱ残っちゃうし、で、イライラすると、やっぱりね、生産性が悪くなるというか、集中ができなくなっちゃうので、まあ、それの、対処として、なんかそんな考え方ができるといいんじゃないかなと思うので、まあこれから皆さん、まあ過剰に反応するとね、長続きするんで、まあそれは良くないと思うんでね、スルーするとしても、まあスルーしていくことは、まあ前提として、まあそのスルーした時のこう自分の気持ちをどうやって整理するかの、まあ一つの、アイデアとしてね、聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。そんなことで、久しぶりの放送でしたけども、また次回もね、楽しみにしておいてください。本日もありがとうございました。さよなら。